皆さんこんにちは、まです。オールです。わたあめです。今回はゲームキューブ版ドラゴンボール Z を遊んでいくよ。去年録画して温めに温めたこの録画をついに解放するわ。でも一番は気分転換だよね。FGO にポケモンコロシアムと RPG 系が多かったから、今までとは違う系統で編集も新鮮ね。それでは本編へ。ゴー。実況者魔のゲーム実況。オープニングはカット。数々の戦いを勝ち抜いてきた孫悟空は、小さい頃悟空が子供作った時は驚いたな。仲間との再会を果たしていた。その頃、突如宇宙から現れた異星人が衝撃の事実を伝える。俺は貴様の兄ラディッツ。そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の挑戦士のサイヤ人だ。孫悟空はその圧倒的な力の前に倒れ、息子ゴハンを連れ去られてしまうのであった。謎の異星人戦士、来週。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。待ってたろ、虎の子取り返しに来たんだ。お前らごときで俺に勝てると思ってる。身の程知らずとはこのことだ。勝負ってのはただ強かいいっちゅうもんじゃねえさ。こちら作戦があんだ。こうまで間抜けとはな。ならばいいこと教えてやる。俺の他に生き残ったサイヤ人、さらに戦闘力が上なんだぞ。見えたな。だけど今やるしかねえ。ご飯はおらが助ける。さあここで始まります、ラディッツ戦。主要キャラは悟空、息子を取り返すために頑張ってぬし。主のどんな作戦で戦っていくのじゃ。実はあんまり格ゲーってやったことがないんだよね。だから様子見しつつ、前作おなじみの技を狙っていくよ。早速防戦一方じゃない。このコマンドでどうだ。前作でも出たカメハメハ、一気にライフが逆転したわね。この好きな技が出るの気持ちいいね。そのキャラになった感覚になれるしね。走行している間にビッグラッシュ炸裂。相手の技の最中は避けられないのかな。ガードとかで技キャンセルみたいなのをどっかで聞いたことあるんだけど、それにしても技が出せないね。大技をもっと出したい。もしかしたら息子このゲージが何か関係しているのかも。さっきから小技をしていると少しずつ溜まっていっているみたいだし。なるほど、技を出すためにはコマンドだけではなくゲージを溜めないとなんだね。それじゃあきっとアウェイ作戦でいこう。カメハメハは確かゲージが1つあればいけるはずだから、相手を殴り飛ばしてって。あれ当たってない？虫確か起き上がりの間は無敵時間があるのよ。その間はどんな攻撃も無効よ。それは知らなかったな。だけどもう少しで倒してしまえそうだね。強攻撃からの、ハイキックからのかかと落とし。これでラディッツ勝利です。兄より優れた弟など存在したのだ。油断したな。尻尾掴んだぞ。この今だ。かかろ。貴様たった一人の兄を殺す気か。うるせえ。おめえみてえなひでえやつは兄貴じゃねえ。わかった。この星から引き上げる。心を入れ替えた。騙されんなよ孫悟空。手任せを言ってるだけだ。頼む、助けてくれ孫悟空。
悟空は尻尾を離してしまったの。でも鬼になりきらないそんな悟空も好きです。貴様のような間抜けは珍しいぞ。そらそら、もっと苦しめ。ゲーム開始です。スティックを使用してやるゲームみたいだね。概要がよくわからないからとりあえずやってみるわよ。そのクズが。むっつー。とりあえず中心にラディッツを留めておくゲームみたいだね。主難しそうだけどできるの？任せて頑張りますよ。はは、指が痛すぎる。ラディッツのしぶとさが際立つね。ただこれだけやったらさすがにコツもわかってきたよ。少し線からはみ出たら反対方向にぐるぐるして、線の中心を意識しつつこらえる。あと少しだ主。頑張って主。よっしゃー。やっとクリアできた。これでやっとラディッツに勝てたよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法！これでラディッツ編終わりだね。今回はここまでにしようかな。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。またね。